東海道お化け道中は、1969年3月21日に、大英配給で公開された、大英京都撮影所制作の時代劇、特撮映画。平英は、ガメラ対大悪獣議論。カラー、シネマスコープ、78分。時は、江戸時代、藤川塾にある妖怪を祀った、鬼塚の、塚守りであるジンベイは、ヤクザの人情沙汰に巻き込まれて、 おにずかを壊され、切られてしまった。肝臓親分率いる、カシャク組は、不正を暴く書き付けをめぐって、宮森の神兵衛親分の口を封じたのである。しかし、ちょうどこの日は、全国から妖怪が、この、鬼塚に集まる日だった。ヤクザたちに聖域を汚され怒り狂う妖怪たちは、カシャク組に因果応報を言い含めるのだが、欲に、目のくらんだヤクザたちは妖怪たちの警告に耳を、 貸そうとはしなかった。一方、幼い娘、美代は、今はの際の神兵衛から、本当の父親のいることを告げられ、東海道を一路上り、浜松の夕塾の掘り立つの家に住む父、東八を訪ねて、旅をすることになる。だが、鬼塚で拾った、神兵衛の書き付けのために、貨車組の五郎吉と門ンに追われる身となってしまった。だが、 そんなミオを助ける頼もしい仲間が加わった。孫の進化、そして分けあり風の土政人、ゼニザの百太郎だった。だが、肝臓親分は、ジンベイの子分、西地をそそのかし、ミオと百太郎を狙わせる。また、カシャ組の用心棒を務める老人、ケンクロウも、百太郎を切りたがっていた。さらに、ヤクザたちに使を壊され怒り狂う妖怪たちが、行く先々で、 ヤクザたちに襲いかかる。果たしてミヨは父に会えるのであろうか。妖怪大戦争、妖怪百物語と並んで、京都の妖怪三部作と称される作品である。春休み工業作品として、大英東京撮影所制作の、ガメラ対大悪獣、議論との二本立てで公開された。妖怪物の体裁を取ってはいるが、内容は、行き別れの父と、娘、 ヤクザのイカサマバクチ、完全超悪などの定番要素をすべて盛り込んだ、正当派、人情こたびもの,の時代劇となっており、妖怪たちの劇中での描写は、全2作に比べて差しも少なく、控えめとなっている。本作での妖怪について、黒田義手監督は、普通の時代劇の中に妖怪を引っ張り出して、悪を滅ぼすという話としていて、これは妖怪を人間だと思って撮りました。 人間にはいろんな人がいますが、妖怪の方が人間よりずっとましですよ、とコメントしている。劇とも音楽は、妖怪百物語に続いて、渡辺中名が担当。録音は、京都で行われるため、渡辺は、ギター、ベース奏者を連れて、京都での録音に立ち会って細かい指示を出したと言い,い、大変でしたと語っている。妖怪の描写に使われる、主旋律は、 アレンジされて3年後に、渡辺が担当する、TV 特撮映画、人造人間、キカイダー、キカイダー01に活用されている。渡辺は、私のファンの方には、中名説の原点ここにありと思って聞いていただけると、嬉しいですね、とコメントしている。妖怪造形は、前2作に引き続き、八木正夫を代表とする造形会社、エキスプロダクションが担当した。 衣装の制作は東京の工房で行い、京都の撮影所に持ち込んでいる。エキスプロは撮影にも立ち会っている。大英妖怪三部作すべてに登場する、お白いバー役の三村里氏は、大英共察出身のベテランで、後に原口智監督の映像作品、昨夜、妖怪伝と、爆ッ妖怪伝騎馬基地でもお白いバーを演じている。原口監督の要請に応え、 弱い70を超える山村は、本山部作を懐かしんで危機として、妖怪を演じてくれたという。妖怪たちのほとんどは、全2作に続き、大阪の児童劇団の子役が演じている。地方によっては、短編文化映画も不可、蘇れ。妖怪映画大集合。2005年築初号116から119ページ ISBN4 から812422655。 僕らが大好きだった特撮ヒーローベストマガジン宇宙船イヤーブック1998朝日ソノラマ宇宙船別冊1998年4月10日62ページ雑誌コード01844から 04AB2000TB 映画特撮 DVDLD ビデオ &CD 宇宙船イヤーブック2001朝日ソノラマ宇宙船別冊 2001年4月30日67ページ雑誌コード01844から04ありがとうございます